発達障害という才能を伸ばす。どうも発達障害カウンセラーの和樹です。本日は発達障害持っていると社交辞令がわからないということについてお話しいたします。あなたは会社での人間関係良好ですか？なんか知らない間に嫌われてるんだよねとか、なんかわかんないけどいつも怒られてますなんて方いらっしゃいませんでしょうか？まあ、20代の時の僕なんですけども、これ実はもしかしたら社交辞令というのがわからないことが原因かもしれないですね。社交辞令とはつまり本当は思ってないんだけれども、まあ、相手をおだてたりとか褒めたりとかする、まあ、リップサービスのことですね。人間関係を円滑にする上で社交辞令って結構大事なんですよ。まあ、かくいう僕も社交辞令苦手ではあるんですが、その存在というのは知っているので、まあ、ある程度大きく人間関係で失敗することはなくなりました。というわけで今回はなぜ発達障害を持っている人は社交辞令がわからないのか、そしてどうすれば社交辞令できるのというところまでお話ししていきます。この動画見ていただきましたら、会社での人間関係というのは円滑になっていきますし、トラブルというのを限りなく減らせますので、ぜひ最後までご覧になってください。というわけで、発達障害を持った人が社交辞令わからない理由、一つ目が素直すぎるということです。もう言われたことを素直に受け取りますよね。まあこれ、やっぱり発達障害を持ってる人、すごいいい人なんですよ。裏表ないんですよ。今日と言ってお茶漬け出されたら、そのまま、ありがとうございます、うまいっすねって言っちゃうじゃないですか。これ素晴らしい才能なんですね、本来は。だって素直になろうと思ってもなれないじゃないですか。だからすでに素直っていうのは才能なんですよ。ただ会社であるとか、まあ、ある程度薄い人間関係を、まあ、保っていなきゃいけない環境っていうんですかね、まあ、そういうところではやっぱりこのリップサービスであるとか社交辞令とか、ちょっと湾曲した言い方というのがですね、結構大事になってきます。まあ、僕結構普段から個性的な格好をしてるんですけども、相手からダサいなーって思われた時、相手はね、個性的な格好ですねとか言ってくるわけですよ。で、あ、なんかちょっと変なのかな自分って本来では受け取らなければいけないんですけど、ありがとうございます、こういう個性的なのが好きなんですよねって受け取っちゃうみたいなね。まあ実際の僕の体験談なんですけども、よくよく後で考えてみたら、個性的って言ってるだけで褒めてないみたいな。まあちょっと今のはネガティブな例えというか、皮肉の話かもしれませんが、思ってなかったとしても、まあ素敵ですねとかいいですねって言ってあげるのは、まあ、時として大事だったりします。そして、社交辞令がわからない二つ目の理由が、嘘は良くないと思っているということです。まあ、お世辞とか社交辞令って嘘じゃんと。なんでおべっかしなきゃいけないのって考えている方はめちゃくちゃ多いです。特に ASD、アスペルガーの方なんかは、お世辞を言うことがね、苦痛みたいな。思ってないこと言うのがしんどいですよね。というのも、やっぱり発達障害持ってる方って、なんか正義感が強くて、義務感みたいなのに結構苛まれてることが多いんですよね。いや、嘘はダメって教わりましたけどっていう話じゃないですか。まあでもね、あの仕事で失敗した時にごまかすような嘘ついちゃったりとかもするんですけど、まあそれは置いといて、多くの人が嘘はダメって思ってます。じゃあ逆に、すべての人が正直にいたらどうですか？ただでさえ失敗しやすい僕らなんかは、おめえ何度も何度も失敗してんじゃねえよって、まあ、より上司とか同僚からも言われますよ。下手したら使えねえなって暴言まで飛んできますよね。嘘をつかないってそういうことですよ。でもみんなそういった感情とかもコントロールして、まあ頑張れやって、優しくフォローしてくれるから僕たちって会社でも生き残れるわけですよね。つまり嘘も方便、人間関係を良くするには時として嘘って大切なんですよね。じゃあ僕は嘘をつくかお世辞を言うかっていうと、まあここまで言ってなんですが、ぶっちゃけ言わないです。でも思ったことはダイレクトに口にするようにしてます。例えば髪切ったのであれば、あ、なんかいいっすね髪とか、あ、なんか今日の服装いつもに増しておしゃれですねとか、やっぱお姉さん可愛いですねとか思ったことは素直に言っちゃいます。だからといって、俺その皮あんま好きじゃないんですよねとか、あ、髪切ったんですね、うん、あ、微妙っすねとかっていうのは、まあ、もし仮に思ったとしても言わないです。思ったことでなおかつ相手も心がね、気持ちよくなるようなことを言うように意識してます。逆にもし相手が喜んだとしても思ってないことは言わないんですね。つまり嘘が悪いのではなく、ごまかしたりとか人を傷つける嘘っていうのが良くないわけで、
相手に喜んでもらうための嘘というのは人間関係を円滑にする上で結構重要だったりします。そしてもしそれがしんどいなっていうのであれば、相手が喜ぶ内容で思ったことというのは素直にダイレクトに伝えてみてください。それだけであなたの評価というのも大きく変わってきます。そして最後3つ目の理由が、イメージするのが苦手ってことです。つまりこれを言ったら相手はどう思うんだろうなというようなことを考えるのが、ちょっと僕ら発達障害を持っている人というのは難しいっていうことなんですね。まあこれよく空気が読めないって僕ら言われまして、まあそれにもつながってるんですけども、脳の仕組み上想像することっていうのが極端に難しいんですね。なのでこの動画みたいに、おコミュニケットんすね、前の方が良かったっすよみたいなことを言っちゃうわけです。いや言わんでええやんと、いいですねって思わなかったとしても、おなんか雰囲気変わりましたねって言うだけでええやんって話なわけです。それって別にお世辞でも嘘でもなくて事実だけを言ってますよね。社交辞令というのは、まあ言うのも大切ですし、言われた時に ありがとうございますって受け取るのも大事。それが人間関係です。いやむずっ、しんどっって思うかもしれませんが、まあこれからもしあなたが人間関係良くしたりとか素敵だなって思う人と仲良くなる上では結構重要なスキルなので、覚えておいて損はないです。とはいえどうしたらいいのかよくわかんないよとか、具体的に何言ったらいいのなんて方もねいらっしゃるかと思いますので、僕の公式 LINE にてどういうことを言葉にすることがいいのかということをお話しします。動画説明欄にある公式 LINE に登録していただき、今回のキーワード社交辞令っていうのを打っていただきますと、無理なく社交辞令ができて職場でのね人間関係もうまくいく方法というのがわかりますので、ぜひご覧になってください。僕はこのように発達障害を持っているあなたの人生がより良くなるような動画というのを投稿しております。さらに多くの人がこの動画を見て幸せになれますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。まあ、複雑でねめんどくせえななんて思うことあるかもしれませんが、ちょっとしんどいなって思うのは最初だけで、慣れたら勝手にできるようになりますので、ぜひ知識として入れておいてください。あなたの幸せこれより応援しております。以上、和樹でした。